皆さん、ヤッホー、ミキチャンネルのエリックです。今日はめっちゃくちゃ久しぶりにナムコにやってきました。今日はね、もう開店して朝一に来たということで人があんまりいないので、久しぶりにミニクレーンゲーム全台やっていきたいと思います。超久しぶりだから、そのめっちゃ楽しみに。もうこんな感じで、ここに12台あって、あっちにね6台あるので、全部で18台、18台、果たして何個取れるのか。早速ミニクレーンゲーム全台やってみた、スタート。了解していきます。いやー、マジで楽しみすぎるんだけど、超久しぶりじゃん。あとね、鬼滅もあるんですよ。あ、スプラトゥーンある。まずは100円、18台なんで、まあ目指すは15個、15個目指します。取れるかな。よし、じゃあそれでは早速やっていきますか。まずは1台目、こちらの鬼滅の刃の人形。これちゃんとした公式だから絶対欲しいんだけど。で、ここでね2つあるんですけど、どっちか1つ選んでやっていきます。よし、じゃあ私伊之助取りたいね。伊之助、待って、超久しぶり、全然取れないかも、久しぶりすぎて。頭かな、やっぱり。ここら辺かな。待って、どうしよう、超緊張する。はい、待って、全然ダメ。はい、残念ながら。はい、次下の台ですね。見てください、これ鬼滅の缶バッジ。あ、これナムコ限定だ。え、すごい、超人気でさ、煉獄さんもういないんだって。じゃあ宇髄さん行きます。こんくらい、お願いお願い。あ、位置はいい。はい、終了。はい、鬼滅はもう終わりましたね。欲しかったんだけど、この缶バッジ超可愛い。よし、じゃあ次、これコナンだね。まあ私コナン見てるんですけど、キャラクターわかんないんですけど、この方取ります。0個だったらどうしよう、怖いな。せーの、はい、いけ。お、あ、マジで、ちょ調子悪くない、今日。まあ久しぶりだからしょうがないですね。よし、まだ怖くなってきた。あ、次、明日もこれが同じ。じゃあまたさっきのお方にしますか。2度目の正直っていうやつね。はい、あー、ちょっと、ちょっと待って、アームが意外とちょっと弱い。大丈夫かこれ。次行きます。トムとジェリーの人形。ジェリー取りやすそうじゃない、なんかちょっと耳が出てるから。行きます。こっち、やっぱ頭だよね、こういうのはね。行きます、お願い。ゼロ個はやだ。うわー、ちょっと待って、あー、ね、全然取れない、どうしよう、やば。ちょっとやばめなんですけど、次行きます。あ、久しぶりにスクイーズやりますか。スクイーズ、チュルチュルスクイーズ。どれが取りやすい、こっちか。滑り止めがちゃんとついてるからいけるかも。いいんじゃない、いいんじゃない。あ、来た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 、やった、初ゲット初ゲット。え、話してくんないんだけど。はい、皆さん話してくれません。店員さん呼んできます。はい、こちら初ゲット、チェルチェルスクイーズ。めっちゃなんか久しぶりに触る。よかった、ゼロ個じゃないよ、もうこれで。よかった。はい、じゃあ次、すみっこ暮らしのミニ財布みたいな。あ、こっちエビフライ欲しいんだけど、エビフライ。これちっちゃいから意外といけそうじゃない？いきまーす。はい。あ、位置はめっちゃいい。じゃあ次はこちら。いや、さっきチュルチュル取れたからまた取れるんじゃないかなと思って、もう一回これやります。右狙います。柴犬みたいな。どんくらいか？いいかも。いきます。はい。これめっちゃいい。え、待って、やばい。また来たね。また来たよ。え、待って、やばくない？ちょっと。チュルチュル神。はい。また柴犬、チュルチュルゲットです。スクイーズ全部取れる説、やば。久々のスクイーズ、どっちも2個取れました。よし、次はスライムですね。スライム、この奥のスライムちゃん狙います。ほい、あー、微妙です。あ、ひどい、ちょっとめっちゃスッといきました。次、やっぱ超可愛くない。よし、ポッチャマにします。ポッチャマ可愛いんだけど、微妙。あー、めっちゃ惜しくない、ちょっと寄った、こっちに。はい、残念。はい、じゃあ続いて、またまたスライム、この子にしよう、一番近そう。ここら辺いきます。はい、いけ。お、あー、惜しいんだけど、コロコロ転がしていく感じの方が良かったね。はい、じゃあ次、またスライムね。待って、まだ2個しか取れてないけど大丈夫かな。はい、スライムいきます。これ思ったんだけど、この前の方を狙ったらいいのかなと思う。ここら辺
上頭を掴む感じで。ほら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 、惜しい。ね、待って、超惜しくない今の。めっちゃ惜しいんだけど、もったいで落ちたのに。はい、今12回やって2個取れたんですけど、あとあそこにある6台をやっていきます。取れるかな、心配になってきますね、これね。レッツゴー。はい、じゃあ続いてこっち、この子狙う。この子超可愛くない？じゃあよく、うん、どっかで見るやつですね。これ意外と取れるかも、ちっちゃいから。ほい、頭を狙って、あ、いいんじゃない、いいんじゃない。あ、あ、あ、もうちょい右ら辺だったかな。はい、残念。はい、じゃあ続いてこちら見て見て見て、久しぶりブルームスクイーズ、超久しぶりだね。これどっちが取れると思う？こっち持ってないからこっちにしようか。右かな、やっぱり右の子。ほい、スクイーズ全部取れる説。あ、あ、あ、はい、ダメですね。チュルチュルしかダメなのかな。はい、なかなかいけません。じゃあ次こっち。え、これ意外と取れるかも。見て見て、これ同じシリーズじゃない？なんか似てる。ほらほら、やっぱり似てる。これ取れるかも。いきます。右ですね、やっぱりね。え、結構強く掴んだ。ほら、あ、やばいよ、2個しか取れてないよ。ちょっとやばめです。次、ゆいて、次さ、またこれがあるの。左の子、前、そっち取ってからね。また取れるんじゃないかなと思うので、こっち取ります。ほい、お、いい感じ。あー、全然強さが違うんだけど、さっきと。はい、あと2台です。ピンチです。はい、こちら次どっち狙おう。待って、こっち、こっち、ピンクの子、ピンクの子かわいい。いけ。お、え、待って、結構バシッツ。あ、え、待って、やばいよ。はい、皆さん、ラスト1台です。見て、これスクイーズだから取れるよ、多分。2個取ったしね。ピンクいきます。ラスト、これで私の運命がいきます。ふい、あ、あ、ふっ、ほら、やっぱりスクイーズほとんど取れたんだけど。あー、よかった。はい、18台やって3つゲットしました。最初15個目指すとか言ってたんですけど、3つでしたね。しかも全部スクイーズ。まあまあいいんじゃないかなと思います。いや、まあね、久しぶりのクレーンゲームだったんで、まあ、ちょっと調子悪かったかなとかあったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。たまにしか来れないと思うので、本当に良かったです。はい、ということで今回は久しぶりにナムコに来てミニクレーンゲーム全台やってみました。まあ結果3つだけだったんですけど、楽しめたんで全然 OK です。あと、こんな感じの動画見たいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から私の SNS をフォロー、私のグッズも見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。